はい、じゃあ今回は包丁の切り口の差ということで、これが100均の包丁ですね。で、こっちが白鋼、約5万円ぐらいします。で、まあ、トマトとかキュウリとかの方が分かりやすいんですけど、100均のとりあえず切ってみます。まあ、普通に切れないことはないんですけど、でこっちが普通の仕事用ですね。はい、じゃあ、並べてみます。まあ、もう見たら全然違うんですけど、こう右側は結構ザラザラっとした感じで、左側はつるんとした感じです、まあ、切り口だけでこのくらい違います。違うんで、やっぱり食べた時の食感とか味自体はそこまでは変わらないと思うんですけど、あと日持ちをしたりとかしますね。一応このくらいの違いがあるということで、チャンネル登録待って、間違えた。3219チャンネル登録もしてね。